三手動でいきます。はい。三、二、一。はい。ということで、今日ねわざわざね東京から来てくださった皆様のために、これドン岩手名産ラーメンというものをですね。ありがとうございます。でただし、このラーメンというのはいわゆる盛岡三大麺とはちょっと違うわけでね、盛岡三大麺というのは何か知ってますか？いや、知らないです。盛岡三大麺はですね、はい、1にわんこそば、はい、2に盛岡冷麺、はい、3に盛岡じゃじゃ麺というものがございまして。なるほど。でですね、盛岡じゃじゃ麺というのはですね、この前、4月14日がですね、盛岡じゃじゃ麺の日なんていうことだったんですけど、実はそれなんでその日になったかってちゃんとした根拠があるんです。はい、韓国のブラックデー、4月14日その日にね、韓国のチョジャンミョンというもの、それがだから中国のジャジャ麺と似てよく似てるものでね、それをだから日本でね、そう日本でねやって、それ盛岡ジャジャ麺に似てるっつんでやったっていうことらしいんですが、私のねライブ配信の動画もね4月14日出しましたけども、はい、やられてましたね。はい。でそれとかそれとは別にですね、このラーメンというのはですね、製造元は岩手県奥州市とあります。あの大谷翔平の地元奥州市が、そしてねこれが昔はあの JAL の、機内食で使われていたという、すごい、さすが世界の奥州市。はい。ということで早速でございますが、はい、はい、お願いします。はい、茹で時間4分。4分。はい。4分。じゃあ、小山さんには。ちょっと普通のそうめんはね、ちょっと真っ白な感じしますけども、こちら、ドーン。はい。よしと、もう今日は、もう小山さんと僕と母の分も、言わせると3人前か。3人前ですね。ドーン。はい。ドーン。ね、ということで。約4分。今時計何分で出てます？今は39分です。39分。僕じゃストップウォッチで測ります。はい。か。やっぱり。しかしまあこれ岩手県はね、この盛岡三大麺もだけど、このラーメンとかね、しかも本当に小山さんっていうね麺屋さんが。製麺所があるんですよ、その奥州市の。そうなんですか。別にそう、これはね、小山さんという吉田製麺さんという吉田製麺です、江差市なんですけども、はい、伊沢の方かな、はい、にあるんですね。あそこもね、とろろうどんとかピーマンうどんとか、それこそさっき言った盛岡三大麺のタグにも
小山さん、はい、小山かな、正しくは小山さん、字は小さい山、そう小山、そういうこと、そう、そこが出してるんです、小山の丸々麺なんてね、宣伝してましたよ昔はそうなんですね、そういうのがあるんですわ、いつかはちょっと CM で呼んでほしいですね、うわ面白いすごい。本当に黄色い。今1分経過しました。今1分。はい。いや本当ね、これね、卵とね、はい、小麦粉と、それでちょっとお水は入ってるのかな、で、もうそれ以外混ぜてないんで。あ、そうなんですね。だから本当に。ちなみにこれ、このラーメンっていうのはね、明治の板垣退助さんが、あの名付け親だという。ほう、ちなみにね、言うと、まあ、政治家が名付け親になったっていうと、あの盛岡出身の平民再創、羽田隆さん、原慶さんがね、名付け親になった日本酒っていうのがね、はい、なぜか九州の方にあるらしい。なぜか。なぜかの佐賀県。あの薩長都市の碑である、肥前の佐賀の酒蔵の銘柄の名付け親が原慶だという。なぜかですね。まあだって結局薩長都市が戊辰戦争の勝ち組で、岩手は結局南部も伊達も負け組ですから、戊辰戦争は。しかも原慶も結局南部盛岡藩士の家に生まれた人ですからね。そう考えるとわーって思いましたよ。わーって思いますね。そういう、まあそうは言っても瀬古丼がね、瀬古丼が庄内にまあちょっと植民事業を起こしたり、大久保利通もまあ暗殺される数年前から福島の浅香疎水やったりとかってね、まあ東北のためにいろいろやってくれたっていうのがねあるんですけどね。うん、3分経過しました。あと1分3分、はい、あインスタ普通のカップ麺だったらね、もうこれで出来上がりなんですけど、あと1分、そうですね、いやまあでもカップ麺でも出来上がり4分、まあ最近は5分っていうのもありますけどね。ありますね。俺なんか、僕なんか結構ね、そういうの、うん、そういうカップ麺もね、あ、うん、ちょっと食べたりしますけどね。でもまあやっぱりラーメンとか見て、はい、そのラーメンのね、意外と自分でね、こういう自分でこうラーメン茹でたりするの、途中一つザルを用意しとくからですね、ザルを用意しとく、はい、あと15秒ですね、はい、10 9 8 7 6 5 4 3、違う、まだ4分です、はい、はい、うん、はい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 、あとあ、こっち、これ2つ冷蔵庫にあってやる、ちょっと冷凍に行ってと、そして、はい、で、あとこれを、はい、これザル持ってたんですか、はい、はい、ここでいいですね、あ、でもね、このラーメンっていうのはね、伸びにくいっていうね、そういう特性があるみたいですよ。ああ、そうなんですね。そう。でもしっかりその、腰が残る。そういう感じですね、はい、大体。はい、よいしょ、ちゃんと、
はい、こうやってペッ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 水切りはしますけども、はい、じゃあ、はい、そのままにますそら、あ、こちらにこっちの、ちょっと、うん、少し、うん少し、いいよ取れる どうやって拭きましょう。あ、私じゃ持ってるんですか。はい、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 お願いします。はい、では、どれどれがいいか、はい、どれこっちにしましょうか。ちょっとこれ津軽縫いなんですけど、岩手じゃなくてごめんなさい。こちら、はい、はい、まず、はい、こっちが、はい、津軽縫いちゃんで、はい、津軽ちゃんで、はい、で、次で、続きましては、次が、はい、と次が、はい、とこれを、はい、4分っていうのが一つ、うん、大事な目安、うん、そうですね、はい、あとちょっとだ、これもう大盛りになっちゃった、はい、メガ盛りになっちゃった、はい、いいですね、はい、でもいいです、はい、なんとか収まりましたね、はい、茹で上がりも黄色いんですね。はい、そうですね。美味しそうです。初めていただきます。楽しみですね。うん、あ、それでは、ちょっと、はい、というわけでですね、ラーメンとですね、ちょっと私、もう一つですね、はい、これが、ラーメン茹で上がったのでございますが、それとですね、もう一つ作ったんですよ。ドン。これはですね、岩手の牛乳を使いまして、しかも、それを固めるときに、ドン！こういう岩手県のお酢を使いました。岩手県のお酢というか、聖地発酵で純米酢っていうのを、盛岡市の浅沼醤油店ってところが作っているんですが、ちなみに浅沼醤油店さんというのは河南地区の方にお店出してましてね。そうですね、母ちゃん、あそこのそこのね、お酢を使わせていただきまして、だからこう、ちなみに牛乳使ったのはね、これは今日は奥中山高原のやつです。まあ、他にもくず巻きだったり小祝だったり、まあ中洞で使った人がいるってネットで言ってましたけどね。ああ、ではワインで乾杯言うならば、はい、やっぱりこれチーズ、あー、ね、やっぱり手作りのね、すごい、岩手の牛乳使った手作りチーズってやつ、すごいですね。あ、だったらワイングラス持ってきますか、それワインとチーズのマリアージュ。あー、ありがとうございます、うん、あ、今大丈夫です、今、はい、
うわ、はい。あ、すいません。うん、ありがとう。エーデルで。はい、そうだ。お母さんのエーデルは大丈夫でしょう。いいんです。母はちょっとそんな無免許じゃないので。すいません。では、はい。では、ちょっと少し乾杯させて。はい、乾杯で。乾杯。先にいいですか。はい。あ、じゃあいただきます。すごい。牛乳のチーズって言っていいと思いますね。ですね。はい。牛乳の風味も、うん、後からしっかりとチーズの、うん、味がしてきて、うん、すっごく美味しいです。うん、合いますね、このロゼと。うん、はい。やっぱり岩手のものには岩手のお酒と、岩手のお酒と岩手のものはいいマリアージュですよね。日本酒に関して、日本酒でワインでも。ちょっともう後味にソフトクリームなのかなっていうまろやかさも感じます、風味に。うん。そうですね。うん、だって奥中山高原の、だから麓の、あれだ、4号線沿いにもね、確かこういう店があるんでね。ソフトクリームの。それで、くず巻きもそうですし。まあ、小祝いもそう。だからね、やっぱりうまいね、おいしいね、牛乳のとこには、やっぱりソフトクリームの後味が似合いますわ。そうですね。とっても本当に最高のマリアージュだと思います。このエーデルにぴったり合います。おいしいです、佐藤さん。ありがとうございます、ほんと。ねえ、やっぱ。牛乳のこのチーズにね、おいしいわね。何も入れてないの。牛乳だけ。牛乳とお酢。あ、そうだけだって。そう。うん、やっぱりね、うん、もんは岩手のもんだよ、うん、では、はい、では、早速ですが、ここからさあいよいよ本編のラーメンをねいきたいと思いますが、今回はね、ドン、このひりひら縫いのお椀にこうやってね、茹で上げたワンコを茹で上げたラーメンをバッて入れてね、はい、ドン、はい、ワンコラーメン風に、ありがとうございます。ワンコそばっていうのはね、もともとこうおもてなしの料理だったんでね、実は大食いのイメージがあるかもしれないけど、はい、じゃあ、鶏箸で、鶏箸一つ、鶏箸はさっきの茹でて、はい、茹でやつを、はい、こいつで、うん、はい、それでは、はい、ラーメン、いただきます。はい、いただきます、はい、でもあんたが本当にやるよね、うん、このラーメンとか、うん、チャイチャーメンとか、うんうん、そういうのだけ自分で作るのね、うん、いや、あったあった大抵私、うん、カフェにするやるのは、うん、まあでもうん、それもいいの、それもいいかな、いやでもね、うんうん、俺だってね、ご飯ぐらい炊けるわ、だってそれはおかまか炊くんでしょ、おかまで炊くんだろまあ、かまで炊くぐらいのご飯で、できりゃ、まあでも母ちゃんはそれで炊かないじゃん、うん
鉄筋がまで。いや、母ちゃんだって体、母ちゃんもその、うん、南部鉄筋のあれ、釜で炊いてみろや。うん、あれもね、うん、ちょっと何回かやったよ。うん。うん。うん。だから、でもさ、俺もね、うん、まあ、俺は麺類とかね、そっち系だったんで、俺、麺類だとかだったら、うん、できる方だから、うん。美味しいです。はい、どん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 。ありがとうございます。だってワン言葉はこれがないとワンコは。はい、どん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 。ありがとうございます。ね。やっぱりワン言葉100杯食った男もね、地元のね、ワン言葉100杯食った人が言うと説得力あるでしょ。100杯食べるとね、はい、なんかその証明書がもらえるっていう。なるほど。あるんですよ。木型ね。木型そう、持ってますから。すごいですね。でも私も40代の時、65杯いただきました。65杯。はい。10杯で1人前でしたっけ？うん。なんか。うん、そうです。うん。でも少ないですよ、本当に。そうなんです。少ない少ない。女性でも多いんですよ、食べる人が。うん、うん、食べてください。いいですよ、はい、どうぞどうぞ。じゃあ、先にしてください。はい、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 こっちの方。はい、こっちは、僕のが声またるのに、はい、僕の、はい、どんどん。ありがとうございます。はい、どんどん。まんこそば形式。はい、どんどん。いただきます。おいしい。はい、ということで。すみません、何もなくて。いえいえ。でもね、これに、でもこれもね、もうちょっといろいろとね、こう、麺類はね、もうこのタレ、普通の麺つゆだけじゃなくてね、いろいろ変化つけられるからいいですよね。だからくるみだれとかね、自分でね、まあ母ちゃんと一緒にくるみ割りもしたし、ね、あの和ぐるみ。岩手のね、県北とかはね、そう、和ぐるみが結構生えてて、それ売ってるところがあるんですよ、盛岡市内で。それをね、それでくるみ割りをね、やったこともあるんですわ。あれで、ラーメンのタレに使ったことあるのかな。そう、一度。合いそうです。うん。うん、ありがとうございます。はい。でもワンコトバの時のワンっていうのはあれは本当のこれの半分ぐらいの量なんですよ。ああ、本当。一盛りあの一つの、うん、これを5割だから結構入るんですよね。どんどん。うん。だからどんどん入る。だからそう終わる時が難しい。そうです。ちょっとね。もう蓋をね、やんないと。そうですね。うん、卵の風味がして美味しいです。うん。
しいです。うん。何置いてたらいいじゃない。ちょっとあの実はですね、今日あのお招きいただいたお礼にワインで乾杯からあのさすがですけどもあの T シャツをお二人に持ってきてまして、あのこちらまず M サイズで S サイズで、これもコヤティといってワインで乾杯のあのチャンネル登録数1000人記念でですね、ちょっとまだ1000人なんですけども、あの作らせていただいた T シャツですので、ぜひ着ていただけたらと思います。はい、でこっちが僕のシルエットで、まあ、この Who is this? だって書いてあるんで、これはあの先ほどあの塩だれのシルエットでございます。たまえの塩だれのシルエットです。では、はい、ぜひ聞いていただいて嬉しいです。いいですね、ちょっと開けていいですか。あ、どうぞどうぞどうぞ。大丈夫ですか。おいしい。おいしい。おいしい。開けていただいて。はい。あら、あ、ありがとうございます。QR コードを読み取ると、その説明のページに飛ぶっていう仕組みになってます。あ、そうなの？はい、こちらがね、こう、そうですね、映るように、はい、これをいただきました。何でしょうか。お願いだと思います。ぜひ、この夏は、この T シャツ着ていただくと、嬉しいです。多分母ちゃんと親子で、まあ、このシャツ着てるか俺と、こっち、このシャツ着てる母ちゃんで一緒にいるとね、なんか盛岡市内で、なんか目立つかな。ね、目立つと思います。いや、ありがとうございます。喜んでいただけて嬉しいです。すみません。いえいえいえ、もう本当今日、ありがとうございます。こちらこそで。嬉しいわ。はい。山梨のメーカーだと。天魚武田、山梨。ほら、ちょっとこっちが、ワイン王国山梨の。天魚の TV さんでおなじみの。で、なぜか山梨のね、CM ソング知ってたという。まあ、山梨もだから、ヴァンフォーレ甲府一回、こそ行ったんだよね。いや、一度、甲府のね、そう。あ、岩手だと思う。山梨、僕もヴァンフォーレ甲府の古生行ったことあるんですよ、一回。そこでね、その時にいろいろなんか、あれだ、あれ、伊沢か、温泉地。あそこの伊沢に、だっか本坊かな、ワイン、本坊酒造さんがワイングラー持ってますよね、ワインメーカー、ワイナリーを。あれ、九州。九州の本坊酒造がほら、あれだからマルスワイン。マルスワイナリーって知ってます？マルスワイナリー、あ、初めて聞いたかもしれない。え、初めて聞いた。あの、そう、マルスワイナリーが伊沢にあるはずなんですよ、伊沢温泉のとこに。ね、甲府だったら。あとね、僕、ヴァンフォーレ甲府の試合あった時に、なんかホームゲーム見に行った時にね、一回ね、数日滞在してね、
岡島のデパ地下でワインや甲州ワイン買ったことあるんですよ。なぜか。バーボン甲府。うん。熱意がある分があるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。ちょっと偏ってますね。いやそんなことないと思います。はい。はい、どこにいたの？甲府に。ああ、こういうの買ってきたんですよ。すごい。ことで。はい。すごい。話が出たんで。すごい。お色直しすぎだぐらい。はい。すごいですね。この地方っていうか、あの、行った時ね、とにかく買ってくるの。そう、やっぱりね、まあ、はい、あ、またどんどんどん。すいません、どんどんどんいただきます。はい。そう、この噛み応えの良さがね、本当にこのね、味わいを、うん、やっぱりね、しかものさっき伸びにくいって言ったのはやっぱりそれだけで、そう、ふやけにくいっていうことでもあるんだよね。だからコシが良くて、うん、長しそうめんとかね、そういう類ではね、一番だと思うんだよね。流しラーメンって。うん。それもいいな。なるほど。うん、なんかそういうのもできるね。うん。うん、いいですね、流しラーメン。うん。もう今度、ちょっと、流しラーメンやって。はい、とか、ちょっと、うん、やってみます。うん、あ、OK ですか。ワインの乾杯が OK 出ましたんで、今度流しラーメンチャレンジしたいと思いますので、うん、こうご期待ください。うん、はい。確かに伸びにくいっていう意味だと、この一回こう流しそうめんスルーしちゃったやつをもう一回こう上からやっても、まだまだ、うん、そうめんだとやっぱりしなしなになってきちゃって、うん、切れちゃったりするんですけど、うん、確かに弾力が残ってて全然伸びないです。うん、ないですね、それね、はい、うん、いや、美味しいです。いいですか、最後、最後の、うん、すみません、いただきます。最後の一丁、うん、一丁、はい、おー、きれいに、お、前取れました。ありがとうございます。完食でございます。ね、はい、こう岩手のね、わんこ風ラーメンでね、今日はおラーメンさんをおもてなししたわけでございますけども、ありがとうございます、うん、すっかり甘えてしまって、いや、ほんとそれプラス、やっぱワインに乾杯さんに合わせるために作ったこの、でもうね、岩手の牛乳と岩手の牛乳を使った勝手にチーズの、勝手にチーズって母言ってましたけど、うん、そう、勝手にチーズ、うん、いやでも本当に
勝手に、まあ今度はね、お酢じゃなくてね、レモン風味、レモン果汁かなんかでね、シンプルに作ってみたいと思うんですけどね。でも岩手のね、牛乳さんはね、本当に結構だよ、中洞とか、くじまき高原とか、いろいろとね、美味しいとこありますから。うん。まあ、これと、これだとレモン果汁でもね、十分美味しいかななんて。そう、皆さんもね、岩手の牛乳をね、買って、それにまあ、普通のレモン果汁、チュンチュン垂らしてね、そう、勝手にチーズ作ってもね、もう、勝手にチーズ作ってもね、まあ、十分、まあ、元が取れますから、まあ、美味しい、まあ、チーズ作ってみてくださいってことで、まあ、もちろんそれには岩手のワインに合わせて、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ってことで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ちょっと。